敵が撤退を始めた。これより総統戦に移る。みんなあと少しだ。気を抜くな。ニル、援護は任せたぞ。オッケー。じゃなくて了解、兄ちゃん。マキが完成してからこちらの優位を保てているし、この戦いが終わるのももうすぐね。ここのところ小規模な戦闘ばかりですし、ね、長かったようであっという間だったな。道理であいつらもでかくなるわけだ。それに俺が言うのもあれだが、まっすぐに育ってくれて安心したぜ。そうね、きっとダルカさんがいい反面教師になったおかげよ。早く戦いのない世界をあいつらに見せてやりたいな。きっともうすぐだから、そのためにも私たちは頑張らないと。ええ、ジークたちが望んだ平和はすぐそこです。気を引き締めていきましょう。ユージェン副隊長、先ほどエレアザル様からの帰還命令が出ました。総統戦が終わり次第駐屯地に戻ります。他の者にもそう伝えてください。こっちの人使いが荒いのは相変わらずだな。じゃあさっさと終わらすか、隊長。はい。えい。エレアザル様は僕にどんな用があるんでしょう。そう不安そうな面すんなよ。悪い方に考えんな。お前さんはよくやってるよ。まだまだ未熟です。僕のような若輩者が隊を率いていけるのはおじさんたちがいてくれるからです。そしてこの地位も父母の功績あってのもの。自分の技量は自分が一番よく分かっているつもりです。しかしレオンなりに一生懸命やっているのでしょう。それはもちろん、父の名に恥じぬよう育ててくれた方々の恩に報いるため努力してきました。しかしそう思わない者も多いでしょう。過信するな、卑下するなといつも言っておろう。お主は自分にちと厳しすぎる。お主は皆の誉れ、どこに出しても恥ずかしくないおの子だ。そうよ、自信を持ちなさい。大丈夫、レオンが努力していることは私たちが一番知ってるわ。それにね、口にしないだけで父さんだってレオンのこと気にかけてるのよ。レオンはみんなのいいところをいっぱいもらって育ったんだよ。レオンはみんなの自慢なの。だからそんなこと言わない。そう言ってもらえると嬉しいかな。少し照れくさいけど。私も嬉しい。ジークとの約束ちゃんと守れたから。レオンは少し心配性なんだな。急に混ぜやがって。若者は余計な心配しなくていいんだよ。お前ちゃんと息抜きできてるか。休養なら。そうじゃなくて、あれを見ろ。お前も立派になったな。なんで叩くんだよ。やだな、これも一つの愛情表現なんだよ。ごめんな、頭撫でてやれなくて。なって仕方ないじゃん、僕お前より背低いんだから。そうか、そうだよな、俺の方があったかいんだもんな。あからさまに嬉しそうな顔すんなよ。我が息子ながら情けない。とまあこんな感じで、一見しなくてもバカやってるようだが、ああやってバランスを取ってるんだぞ。ずっと
あれだと困っちゃうけど、たまにはニーロを見習ってもいいかしら。そうだろうそうだろう、我が息子も役に立つことがあるもんだ。わかったかい、レオニュン。お前そう嫌そうな顔すんなよ。お前の親父だってこんな感じだったんだぞ。嘘だ、ここまでひどくなかったし、崩し方もまだ可愛いものだった。最近のは愛情の裏返しにしてもひどい。裏返してない、これは俺の愛情表現の一つだ。なお悪い。お主ら、それぐらいにしておけ。敵が来るぞ。エレアザル様、エルネスト様、ご用件は何でしょうか。そう固くならずともよい。楽にして聞け。お前たちを呼んだのは他でもない、ハスカリヌの様子を見てきてもらいたい。ハスカリヌ様ですか。他の巻は完成しているのだが、最後の巻だけ未だに音沙汰がないのだ。他にも巻を作っていたの。ああ、グリアーズやネルスたちの手も借りてな。今できている巻も彼らとの共同制作によるものだ。だがここになってハスカリヌの手が滞っている。確かに少し気になるわね。では仮にその巻が完成していたら。預かってきてほしい。わかりました、行ってまいります。バシュタール様、お久しぶりです。お前の戦いぶりは聞いたぞ、レオニス。父に劣らず良い戦士になっている。ありがとうございます。これもバシュタール様をはじめ多くの方に支えていただいたからに他なりません。お前の父ジーク・ハイトは素晴らしい戦士だった。私が背を預けられたのは後にも先にもジーク・ハイトただ一人。最後に共に戦った時もジーク・ハイトがいたからこそ私はこうしてここにいられるのだと確信している。また共に戦いたかった。今はレオニス、お前がいる。私などまだ父の足元にも及びません。今はまだな。自分を過小評価することはない。いずれ父を超える日が来よう。楽しみにしているぞ。はい、ご期待に添えるようこれからも精進してまいります。その生真面目なところは。どうかなさいましたか。いや、大したことはない。いつものことだ。いつものことって。私のせいは戦いと共にあったからだ。ラルバもこの世界で人とそれほど変わるところはない。少し疲れたのかもしれん。だが今度の戦いに勝利さえすれば。ではいよいよですか。ああ、フィンダステへ進行する。戦いにより戦いを終わらせる、それが仕方のないことだとは分かっていても、他の方法はないものなのでしょうか。闇の軍勢の中には自分の意志からではなく仕方なく戦いに参加した者もいます。ですが戦いとなれば。ジーク・ハイトの血は確実に受け継がれているようだ。昔ジーク・ハイトが同じようなことを言っていた。父は力に対する力、確かそう言っていた。そうですか。父もそうだが、お前も戦士にしては優しすぎると思うが、だが恥じることはない。優しさは弱さではない、優しさこそ強さだ。他を思いやり
いたわる心こそ。私に真の強さとは何であるか、それを教えてくれたのが人だ。だからこそ私はここにいる。ガリウス、お前もそうではないのか。そうだな。もし私が力で道を踏み外したなら、レオニス、お前が止めてくれ。それなら心配ありません。あなたが道を踏み外すことなどありませんから。いや、ラルバといえど例外ではない。闇に落ちたラルバがいることがその証拠でもある。今から家庭のことを話していても仕方ないわ。まずは生き延びることを考えましょう。そうですね。この戦いが終わったらまた会おう、ジークハイドの子レオニスよ。バシタール様もお気をつけて。ほらね、ああしてあなたのことを見守ってくれる人がいるの。だから自分に自信を持って、私たちが応援してること忘れないでね。あいつらがハスカリヌのとこに行ったんだってな。なんでこんなまどろっこしいことしてんだ。言葉を慎め、ギガント。我らは同じラルバでも神より与えられた地位があるのだ。神ね、不服のようだな。ならば訂正しよう。神より与えられた力、その圧倒的な違いにより定められた地位。まあいい、二人だけの時は許す。なら遠慮はしねえぞ。構わん。それでマキのことについてだって。マキはできてるぜ。だろう。ならなんであいつの言いなりになってんだ。奪っちまえよ。そうせくな。何事にも手順というものが必要なのだ。たとえ形だけにして。準備が整った今、あとはその時を待つ。これは最後のチャンスだ。奴がどうであるか見届けてからでも遅くはある。僕の顔、何かついてる？ううん、そうじゃなくて、大きくなったなって思って。うん、レオンは立派になった。昔はこんなちっちゃかったのにね。思い出しちゃうな、昔のこと。例えば？初めて人参を食べられた日のこととか。あ、つい最近だっけ。そんなことはないよ。そうだよね、レオンは食いしん坊さんだったもんね。え、そうだったっけ。そうよ、なんでも口に運んじゃって、テトラの尻尾まで食べちゃったんだから。他にも尻尾や耳を引っ張ったり、よだれでベタベタにしちゃったりね。全然覚えてないな。テトラもあの時は子供だったから我慢はしてたみたいなんだけど、とうとう怒っちゃって。テトラがあんなに短気だったなんて、その時初めて分かったのよ。悪いことしたな。きっとふわふわしてて美味しそうだったんだよ。大変だったのよ、テトラを止めるの。レオン、もう少しで顔に縦じまができるところだったんだから。特にガリオスには感謝してね。レオンを守る最後の壁だったのよ。おかげで
僕は縦縞にならずに済んだんだ。代わりにテトラが家出しちゃったんだけどね。え？まあ元の旅を再開したんだろうけど、軽く2年くらい帰ってこなかったかな。テトラだから心配はしてなかったけど、逆に心配だったのはカルビナよ。カルビナは僕のことで人一倍頑張ってくれたって。そうね、人一倍頑張って人一倍空回ってたわね。子育ての経験があるからすっごくありがたかったけど、変な精霊に愛されてるから。あれはびっくりした。ごめんね、私がちょっと目を離した隙に。僕たちがリンゴを食べたいってせがんだから。練習はしてたみたいだけど、よかったね、トラウマにならなくて。確かに怖いとは思ったけど、それ以上にこの人に包丁を持たせちゃいけないって分かったから。だからニーデもカルビナがいるときは自主的にいろんなこと手伝ってくれるのかな。多分そうだと思う。一時期ユージェンの真似して母ちゃんって呼んでたよね。あれは今思うと本当にとんでもないことを。おじさんたちがいろんな呼び方するから自然と映っちゃって。うん、それはユージェンたちのせいね。周りの大人がそんな風に呼ぶもんだから、レオンたちまで真似しちゃって。カルビナもからかうと反応するから余計にね。ガリオスみたいにデンと構えていればいいのに。あ、そういえばどうしてニールだけお兄ちゃんでいいんだっけ。ああ、それはね、ニールが母ちゃん母ちゃんってしつこいから、ニールだけそう呼ばせるようにしたの。そうしないと父親と一緒にどんどんエスカレートしそうだからって。外見はお母さんにだけど、中身はまるっきりお父さんなのよね。ユージェンの小さい頃は知らないけど、ニールみたいだったのよきっと。アリスはどうなの。どうって。さっきからみんなのことばっかりだよ。だからアリスはどうなの。夢中だったかな。慣れないことばっかりで、何をどうすればいいのか全然わからなくてね。あなたを育てるのに必死で一番余裕なかったかも。それでつい厳しくしたこともあったね。怖かったでしょう、私のこと。そんなことは。少しは。そろそろ時効にしてね。私は叱るの担当だったから。で、ミーメルが遊ぶの担当か。ミーメルは昔から変わらないな。そうね、ミーメルは魔力が高いからかな。私考えたんだけど、もしかしたらミーメルは人間とエルフの子供なのかなって。エルフの特徴がないから人間に見えるだけで、本当はエルフかも。か、確かめようにもミーメルにジークと出会う前の記憶がないから結局わからないんだけどね。さて、そろそろ戻った戻った。夜更かしはお肌に悪いんだから。ああ、そっか、ごめん長いしちゃって。もうどうしてそこでそんなことないよって言えないの。そんなことないよ。もう遅いの。僕たちのことか。お前たち以外に誰がいるんだよ。ジークハイトの息子のレオニスだけ。レオニスはお前か。ああ。ん？お嬢さん、
どこかでお会いしましたっけ？見境ない。いや、真面目に。おお！あんた、もしかして副隊長さんか？だよな！懐かしいな。それにしてもだいぶ髪が薄。なんだこの女、いきなり呪いの言葉吐きやがった。いやー、ありあり。んじゃ、改めまして。俺はダーナってんだ。ゼルガーの娘だ。ゼルガー？鍵を作ってくれた鍛冶師の方よ。あんたも覚えてるぜ。あん時あんがだな。あれくらいお安いご用よ。でも、ちょっと抜きすぎたんじゃない？あんた、貧血を起こしてぶっ倒れちまったもんな。でもハイエルフにしてはいいやつだなって思ったんだ。にしてはが余計よ。ナナ、鍵を作った時の話。お、ちっこいのが増えてんな。女の子だと思ったよ。小さくない。周りがでかいんだ。ほら、普通だってな。お前、本当にいろんな意味で小さいな。一番低いのを引き合いに出してもな。それより君は一体何をしに来たんだ？出張サービスだよ。焦ったぜ。ドライゾン城塞に行ったらもうここにはいねえって言うからさ、慌てて追っかけてきたんだ。出張サービス？どういうこと？どういったもんかな。本当は親父が来たがってたんだが、親父な、もう無茶やれる年じゃねえんだよ。で、仕方ねえから代わりに俺が来たんだが。いや、わからん。悪いな、細かい説明はちと苦手でな。火事場に立ちゃ迷いなんてなくなるのによ。それ以外じゃなんて言えばいいか迷っちまうんだ。ま、あんま深く考えんなって。世の中考えても仕方ないことばっかだぜ。要するに、ゼルガーの直弟子かつ将来有望な女鍛冶師が一緒に行ってやるってことだよ。ところでお前ら、傷の山脈に行くんだってな。何しに行くんだ？トライゾン城塞で聞いてきたから僕たちを追ってきたんじゃないのか。ハスカリヌ様のところに行くんだよ。ハスカリヌ？もちろん、あのハスカリヌだよな。そうだけど。ああ、行く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 、絶対俺も行く。いや、何があろうとついてっからな。なんだ急に。ハスカリヌ様がどうかしたのか？
アスカリヌとメリクリウスっつったら全家事士の憧れ、まさに神。そうなのか。そうなの。ラッキー、家事士冥利に尽きるとはこのことだ。あはー、帰ったら弟に自慢してやる。どうしてもついてくるんだ。まあいいじゃねえか、頼りになるお姉さんが増えたと思え。よろしくな、ちっこいの。やろう、縮んでしまう。縮まる、縮み、縮む、縮むとき、縮めば縮め。呪いの言葉を口にするな。ここにハスカリヌがいるのか。住み心地あんまいいくなさそうだよな。さてさて、どんなおっさんが出てくることやら。お主、何度かここに来ておるぞ。ハスカリヌとも会っておるし、忘れたのか。え、何それ、いつの話。俺知らないよ。ああ、きっと忘れたいか。記憶を封印してしまったんだ。なんだよそれ。ちょっと大丈夫。ああ大丈夫だ。ちょっと緊張してるだけで。俺このままハスカリヌに会ったら嬉しさのあまり心の臓が止まるかも。それはなかなか衝撃的な。僕の上に倒れないでよ。一緒に死のう。やだよ。って、ハスカリヌと一緒に薪作ったんじゃないの。いや、直接会ったのは親父で、俺は面識がないんだ。今日が初対面になる。ああ、もっとほどほどにね。お久しぶりです、ハスカリヌ様。誰かと思えばあの時の子供か。大きくなったな。父の後を継いだと見えるが、今日はまた揃って何をしに来たんだ。エレアザル様よりあなたの様子を伺うよう言われました。大方マキをせつきに来たのだ。はい、繰り返しに過ぎぬというのによく飽きぬものだ。アスカリヌ、お願い、私たちにはそのマキが必要なの。それがあればジークたちの望んだ平和な世界が築けるの。同じことを言わせるな。できておらぬものをどう持っていくつもりだ。すんごい頑固じゃん。まあそう簡単にうまくいくとは思ってなかったがね。とも話せなかった。そう気落とすなよ、いつもこうじゃねえって。きっと心臓止まらなくてよかったね。ごめんレオン、私アスカリヌを怒らせたかも。
ミーメルのせいじゃない。どっちにしろパスカリヌ様は答えてくれなかったさ。今は報告に戻ろう。どうであった？申し訳ございません。何の成果も得られませんでした。やはりそうか。門前払い同然の扱いを受けたわ。これからもこんなことの繰り返しになるんじゃないかしら。パスカリヌはまるで魔器を渡したくないみたい。そうですか。お手間を取らせましたね。いいえ、行きましょう、レオン。はい、失礼いたします。やはり感づいていたか。まあ、もはやどうにもならぬのだからな。にゃんこ姉ちゃんは耳がずるいんだ。耳のせいで実際より高く見えるんだ。ずるくない。悔しかったらお前も耳をつけてみろ。ただでさえちっこくって可愛いのにますます可愛くなっちまうな。だから小さい言うな。呼ばれた言葉を俺に使うんじゃねえよ。姉さんは自分を基準に周りを比べちゃダメなんだよ。大抵の青少年は小さいだろうが。それに俺はまだまだ発展途上にあるんだよ。ああ、わかった。悪かったよ。そんなに気にしてるとは思わなかったんだ。じゃあ、ほら、美少年？どうしよう、父さん。本当のこと言われちゃったよ。お前、なんかムカつくな。普通に名前で呼ぶという選択肢はないんですね。もう、またやってるの？ニール、前線に戻るぞ。準備を始めてくれ。あ、うん、じゃない、了解。こんなところにいたんだ。風邪ひくよ。大丈夫だよ。また星を数えてたの？うん。ミーメルは星が好きなんだね。うん、そうだね。星だけは変わらないから。久しぶりにミーメルに挑戦しようかな。最近一緒に星を見ることもなかったから。私と勝負？いいけど、今日のレオンはどこまで数えられるかな？そろそろ私に追いついてね。今日こそ勝つよ。あ、大きく出たね。じゃあ、よーい、ドン！もう無理。頭がぼーっとしてきた。え、もうギブアップなの？私を任すって勢い込んでた勇ましさがどうしちゃったの？目がチカチカしてくるんだよ。もう集中力が足りないよ。こればっかりはミーメルに勝てないな。こればっかりは負けないよ。星を見ている時のミーメルは別人みたいだ。僕の知らない人みたいで不思議というか。ねえ、レオンは私のことどう思ってるの？どうって
僕にとってミーメルは兄弟みたいなもんだよ。じゃあ私レオンのお姉さんだね。そうかな。あ、何それ。小さい時遊んであげたお姉さんにその微妙な顔は何なの。お仕置き。痛いよミーメル。あれは遊んであげてたってより一緒に遊んでたじゃないの。生意気なこと言うのはこの口かこの口かこの口か。ビローンって伸ばしちゃうから。やめてよ、お姉さんでしょ。そうだよ、お姉さんだからちゃんと叱るんだよ。ほらレオン、ほっぺ出しなさい。お断りします。ほらお姉さんから逃げないの。エルネスト様からの報告で前線の敵はほぼ壊滅したとのことです。つきましてはガルニゾン駐屯地までお越しいただきご再会いただきたいとのことです。ついにこの時が来たか。はい、これで我らが対岸も成就いたします。対岸か。それは我々のではなくエルネストのではないのか。エルネストの貢献の大きさは誰もが認めるところ、それゆえ牧を作ることにも同意した。しかし私は一度たりとも闇の神徒を滅ぼそうなどといったことも考えたこともない。最高神レニオンに誓ってな。神はその強大すぎる力ゆえ世界を滅ぼしかけた。それゆえこの世界を二分した。それぞれが治める領域、それぞれの子が住まうべき領域にな。以来闇の信徒による信仰は続き、その脅威は日に日に増していった。ギデンらのようなラルバがいなければクラルテルラが今こうして残されていたか、それは分からない。だが神が決められたことであるならば我々はその意志に従うべきではないか。それはお言葉を返すようですが、魔物どもに人の心がありましょうか。あるのはあらゆるものへの憎しみ、そして欲望。私とて対話の道があるならばこの剣を置きましょう。しかし人ではなく人の心も持たず、どうして分かり合いましょう。闇に属するから悪なのではなく、悪しき心根ゆえに悪なのです。もはや我らが進むべきは二つに一つ、滅ぶか滅ぼされるか、どちらかしかないのです。申し訳ございません、言葉が過ぎました。本題からそれましたが、念のためにここは私が先に赴き改めてご連絡いたします。万が一ということもございますし、何より妙な胸騒ぎがするのです。そなたも感じていたか。はい、我らラルバはこの世界も同じ、何事かあればその影響はこの身に現れます。そうであったな。近頃そなたの顔色が優れぬのもそのせいであるのかもしれんな。そなたにはよくしてもらった。礼もできぬまま戻られても困る。体を厭いよアルゼスト、これは友人としての忠告だ。ご安心ください、ラルバである私にとってこの程度の不調どうということはございません。それでは行ってまいります。また後ほどお会いしましょう。
前線に現れた闇の軍勢は全て壊滅しました。この機に乗じてフィンダステに乗り込み奴らを殲滅しましょう。今度こそこの戦いに終止符を打つ時です。これは始まりに過ぎ、党の戦いはこれからだ。はい、今こそ我らが対岸を果たす時。ああ、今こそこの世界を闇で覆い尽くす時だ。貴様、何者だ？おいおい、俺のことを忘れたのか？薄情な奴だぜ。同僚のことを忘れるなんてな。これは力の砲撃がその効力を発揮している証。その場所となる戦艦、ギガンタ。ギガンタだと？どうよこの姿。なかなかイケてるだろ。なーに、お前もすぐになれるぜ。俺みたいにな。マキが、エルネスト様、これは一体。マキに身を委ねよ。さすれば思考の力を得られよう。そう、神をも凌駕する力をな。神を凌駕するだと？何を考えている、エルネスト。この世界は闇により支配されるのだ。そう、闇夜の王カオス様によってな。私はその手足となりこの世界を支配する。支配者となるべき私に仕えよ、バシュタール。貴様は望んだはずだ、力が滑る世界。私はそのような世界望んでなどいない。ならばなぜその魔気に見入られている？強者が弱者を滑るは世の断り。神がこの世界を支配しているのはなぜか。造物主だから。いや、違う。何者をもひれ伏せさせる力を持ち得ているから。貴様の考えは間違っている。そしてふさわしい力を持ち得ている。だからこそ貴様を選ぶ。闇に染まったか、エルネスト。違うな、闇が私色に染まるのだよ、バシュター。私は、いや、俺は闇になど染まりはしない。上際が悪いぜ、バシタール。少しばかり痛い目を見た方がいいんじゃねえか。下がっていろ、ギガンタ。もはやどうともならぬことはよくわかっているはずだ。だがさすがだな、ここまで抵抗できるとは正直思っていなかったぞ。しかし抵抗もそこまでだろうな。さあ、闇の騎士グルグとなり我に仕えよ。我が名はサマリ。闇夜の王カオスの従者にして主に代わりこの世界を滑る者。
神の力などに屈するものか、エルネスト！禍々しい力は、それにこの気配は同胞のもの。貴様何やつ。これは力の宝玉が。私から離れろ。しかし、ぐずぐずするな。一刻も早くこの場から全軍を撤退させろ。どうやら私たちは騙されていたようだな。ただではこの命くれたはやらんぞ。私と同じなるわ。聞くんじゃねえよ。殺したいからに決まってんだろ。魔物どもは恐怖ってもんがねえから面白くねえ。その点人はちゃんと反応するからな。やりがいがあるってもんや。
ういう風にな。さあ答えてやったぜ。これで満足だろ。闇に魂を撃ったかギガンタ。貴様だけは許さん。おお、勇ましいこった。どう許さねえのか知りたいもんだが。ほら死んじまいな。少し楽しませてくれよ。ああ、いい、お楽しみはこれからだ。お前らもっと俺を楽しませろ。あなたが。ただ怯えるばかりと、差し違えたでも撃とうという気概はないのか。こちらは片付きました。そうか、あとは魔物どもに任せておけ。サマリル様のお呼びだ。ついてこい。かしこまりました。ここのところ敵が活発になってきていると感じるのは僕の気のせいでしょうか。いや、その通りだと思うぜ。戦況がひっくり返されて奴らも必死なんだろう。レオン、嫌な予感がします。はっきりとは言えません。十分に気をつけてください。それはオネルテスとして、それともカルビナとして。私として。じゃあ何かあるかもな。俺、お兄ちゃんの予感が当たったとこなんて見たことも聞いたこともないんだけど。ニール、今のは聞くべき忠告だぞ。世の中には聞くべき忠告と聞かなくていい忠告、そして断固として聞いてはならない忠告があるといつも言ってるだろう。ええ、ごめんカルビナのお兄ちゃん、いつも以上に気をつけて戦うよ。うんうん、それでよろしい。レオン、私も嫌な感じがするの。いつもと違う嫌な感じ。いつもと違う。闇の軍勢に新たな魔物がいるのか、それとも別の敵がいるのか。ごめん、それはわからないの。でも新しい闇は近くにある気がする。これ以上は気をつけてとしか言いようがないんだけど。
かった。みんなにも注意するよう言っておくよ。うん、そうして。すげーの、行ってみる。レオン、伝令からよ。中央の前線部隊が攻撃されて壊滅状態だって。別動隊がいたのか。それが不明なの。不明？情報がというより全体が混乱している。上が把握しきれてないんだか、そもそも情報が言ってないんだか。かなりまずくない？お兄ちゃんの予感的中？レオン、どうしますか？撤退しましょう。このままでは混乱に巻き込まれ、他の隊まで潰されます。ユージェン副隊長、友軍に伝令を。できる限り正確な情報を集め、速やかに撤退せよと。無茶な、混乱に拍車をかけかねませんよ。分かっています。しかし生きていれば軍はいくらでも再建できます。しんがりは僕たちで務めましょう。本隊と合流したら前線の状況を伝え、ガルニゾン駐屯地まで撤退してください。他の隊のケツ引っ叩いて回りゃいいんだな。ほれ、行くぞ。レオン、駐屯地で会おう。闇だとでも言うのか。アシュタール様、これは。レオニスか。バシュタール様、な、何を。レオニス、私を止めてくれ。どういうことですか、あなたを止めるとは。まさかこれはあなたがやったとおっしゃるのですか。そうだ、このままでは私は俺の魂まで闇に落ちてしまう。そうなる前に俺を止めてくれ。お前ならジークハイトの血を引くお前なら俺を止められる。しかし頼む、これ以上犠牲を増やさぬように俺を撃て、レオネス。どうした、俺相手では本気で戦えんか。いや、この程度の実力ということ
アシュタール様、サマリル様がお呼びです。わかった。そのものはいかがなさいますか。捨ておけ、もう動けない。弱く、なんと脆いものか。これではジークハイトも死んでも死にきれんだ。己の弱さに打ちひしがれ、そこでのたれ死ぬがよい。惰弱なお前には似合いをしない。先に行った父、ジークハイトに伝えよ。この世界は闇が支配する。駐屯地から北に少し下がったところよ。一時的な避難地ね。本当によかった。レオン、ずっと眠ってて。みんなは？大丈夫。みんな無事よ。ニールが少しショックを受けてたけど、もう大丈夫。そうだ。このままだと前線がめちゃくちゃになる。レオニス、今は絶対ダメ。あんまり無茶しないで。お願いだから、見てるこっちの身にもなってよ。ごめんなさい。部隊は今のところ落ち着きを取り戻してる。ガルニゾン駐屯地は放棄されたわ。奇襲された分被害は大きかったけど、うまく撤退できた隊も多かったのよ。動けるようになったらトライゾン城塞まで下がりましょう。ニールも大丈夫だから、ユージェンがそばにいるもの。あっちは任せましょう。なんて言ったってお父さんなんだから。レオンは自分の心配をしてね。はい。うん、よし。そうだ、ずっと寝てたからお腹すいたでしょ。軽く食べておいた方がいいと思うの。スエの作る料理作ってきてあげるね。たっぷり栄養つけて、早く元気になってもらわなきゃ。うん、でもほどほどに。あ、今のうちに抜け出せって意味じゃないからね。ちゃんとおとなしく寝てるのよ。休養も仕事の一部。休めるときにきちんと休む、これ基本よ。じゃ、待っててね。やっぱ母はすげえな。ダーナ。よ、見舞いに来てやったぜ。お加減どうよ。まあ見ての通りだよ。ダーナは元気そうでよかった。でも無傷じゃねえんだよ。ほら、ここんとこかすり傷。それは大変だ。俺たちの大変さなんて、お前の味わったものを考えちゃうとね。不幸中の幸いというか、なんというか、あの中で俺たちはずっと蚊帳の外だったしな。もうただ混乱に巻き込まれてたって感じで、何が起こってんのかつかめもしねえ。でもお前はさ、それこそ幸か不幸かちゃったんだな。この大混乱の中心にさ。そうだな。ああ、僕はそこにいたんだと思う。よく戻ってこれたな。感心するよ。きっと運が悪かったんだ。こんな目に遭ったのも、生き残れたのも。
っか。ごめん、関係ないダーナを巻き込んだ。が、そのことなんだが、別に俺は巻き込まれたわけでも関係ないわけでもないぞ。それはどういう。黙って言おうと思ったんだけどよ、ややこしいことになっちまったし、説明しておくとだな。最初、俺は親父の代わりに来たって、それだけ言っただろ。ああ、その後ははぐらかされた。本当はな、お前の助けになるために来たんだ。僕の助け？前に言ったろ、俺はゼルガーの直弟子だって。娘としても弟子としても親父の手伝いをいろいろとしたよ。マキや鍵の製造とかな。そん時にな、親父と決めたんだ。お前の親御さんの代わりに俺たちがお前を見届けようって。間接的とはいえ、お前から親父とお袋を奪ったのは俺たちだからさ。でもそれは父も母も納得してしたことだ。誰のせいでもない。それは親父とお袋は納得したことで、子供のお前が納得したことじゃないだろ。辛くなかったか？悲しくなかったか？それはだろ。それにこれは俺たちのけじめみたいなもんでもあってさ、俺たちの作ったもんで悲しむ奴がいるのに、俺たちが平気な面して過ごすわけにはいかない。ま、俺たちは大人じゃなかったってことさ。どうしてそう言ってくれなかったんだ？初めはちゃんと言うつもりだったんだけど、やっぱほら照れくさいじゃねえか。そうかな。心から決めたことなら恥ずかしいことは何もないと思うけど。うるせえな、んなもん悟りやがれ。あ、俺もう行くな。どうしたんだ、そんなに慌てて。アリスが戻ってきそうだし、あ、ちっこい犬の見舞いにも行くんだよ。いいか、今の話は秘密だぞ。ああ。じゃ、養生しろよ。お、もう大丈夫なのか？はい、おじさんも大丈夫でしたか？おいおい、あれと一緒にしないでくれよ。俺は平気さ。ほら、この通りくぐってきた修羅場が違うからな。いろいろと。そうでしたね。ニールはどうですか？あんなの放っといても大丈夫だって。いつの間にか看護の女の子とちょっと親密な関係を築いているほどだ。ああ、今寝たところだから、顔とかにいたずらしに行っちゃダメだぞ。はあ、行けって言っているようにしか聞こえない。なあ、お前が戦った相手って？バシタール様です。そっか、そうなると俺たちのしてきたことって何だったんだろうな。おじさん。うん、なんだいレオニオン。相変わらずですね。それはそうと、お前ミーメルには会ったか？いえ、まだですけど。そっかそっか。じゃあ会ったらでいいから、ちゃんとお礼しとけよ。お前のことミーちゃんが見つけてくれたんだから。迷子になった時もいつも見つけてくれるのはミーメルでした。かくれんぼの時は困りましたけど。魂でもつながってんじゃねえの、なんてな。お前も休める時に休んで早く元気になれよ。そうします。
きたんだね。その怪我は？あ、そんな驚かないで。ちょっとドジやっただけだから、すぐ外せるって。そうか、よかった。でもちょっと不便なんだよね。距離感がつかめないっていうか、戦うときは外しちゃっていいのかな。これで驚くってことは、カルビナにはまだ会ってない。ああ、まだだけど。髪、なくなってる。え、あ、あの、お見舞い行って。ごめん、嘘。笑ってくれるかと思ったんだけど。それは笑えないな。あの人のサラッサラロングストレートはちょっと焦げてるけど、いつも通りだよ。一番重症なのはお前とニールだと思うよ。特にあいつ、あんまりこういうの向いてないし。本当はこんなところにいるべき子じゃないんだよ。え、何？なんでもない。それにあいつなら心配するだけ損かも。もう大丈夫ってこと？別の意味でな。あいつ、看護の女の子と個人的に仲良くなったみたいで。春、マジ春通らすか。ついに俺にも前回の春っすが。だと思う。へえ。しかも可愛いんだ、その子。なんかムカつくよね、ニールのくせに。へえ。でもまあ、あれも心配だけど、親父のおかげで軽く済んだし、当面の問題は今回の奇襲だろう。それも裏切りだった。ほんと、ふざけんなよ。なんで平和を望むと邪魔が入るのさ。ねえ、レオン。そのうち、殴りに行こうね。何を？元凶だよ、元凶。こんな大それた戦争を仕組んだやつ、神だろうか何だろうか構うもんか。大方今回の件にもそいつらが絡んでるんだろう。そいつらはっ倒すまで死ねないじゃん。あんたの親父とおふくろが作ろうとした平和なんだよ。もう誰にも邪魔させない。そのためにもまずはお互い本調子に戻らないと。そうだね。怪我人相手に長話が過ぎた。もう戻んな。僕がアリスさんに怒られちゃう。でも本当に良かった。大したことなくて。ああ、リンゴでも食べますか。真っ赤に滴る鉄分たっぷりリンゴのカルちゃん味なんて食べたくないよ。自分で剥きますよ。どうして見舞われる方が気を使うんですか。ここは童心に帰り、私たちに甘えなさい。いや、でも実を言うと、少し練習しているんです。いくら不器用と言っても皮くらい。はい、速やかに募集。お兄ちゃんのくせに喋りながらなんて、いきなり高度すぎるわ。包帯がもったいないから自力で直せよ。分かっています。このくらいの傷、日常茶飯事ですから。すまないよ、驚かせてしまった。いえ、あ、驚くといえばカルビナの髪が、あ、いや。私の髪？ああ、そうなんです。ここ、焦げてしまって、ひどいでしょ？お主ら、あまり怪我人に負担をかけるでない。礼をにする。我が主が腕によりをかけて作った料理だ。今日も担当食うがよい。ふう、ふう。はい、あーん。あの、自分で食べますから。こういうノリの悪いところは、本当にジー君譲りなんだよな。誰でも嫌だと。
ああ、やだやだ。素直に親父の愛を受け取っとけよ。ほう。ちなみに実の息子はどんな反応で？無限に断られました。そういえばお主、坊主はどうした？大丈夫大丈夫、寝てるし。ちょっとダーナに任せてきたから。目が覚めたら尊敬する父さんがダイナマイトバインちゃんに変わってるってサプライズよ。最近仲のいい女の子ができたみたいだしな。そのうち本当に嫌われますよ。アリスは？坊主の見舞いに行った。目が覚めたら親父がダイナマイトバインと清楚可憐純真マシュマロに変わってるって豪華なサプライズだな。これであいつの誕生日プレゼントいらないんじゃないか。というより今日だけで一生分の幸運を使い果たしたんじゃ。それは言い過ぎだろう。せめてこれからしばらく不幸の連続と言ってやれ。まあ確かにこれから忙しくなるからな。束の間の幸せってことで。そうですね。レオンも今のうちにしっかりと体を休めてくださいね。おい、レオン、起きてっか？おう、レオンの見舞いに来てくれたのか。お、親父のお気に入り発見。おやさん、元気？なあ、全然諦めてねえみたいだぜ。出てくる時もよろしく言っとけって。ああ、そうなんだ。あのちっこい息子に全てを託して親父んとこに送るって手もあるぞ。何の話？レオポンは気にしなくていい話だよ。じゃあ、あとは若い二人に任せて、おじさんは退場しますかね。ありがとう、おじさん。ニールによろしく。はいよ。すごくいい匂いがするな。ちょっと飯作ってみたんだけどよ。どうなんか？って顔してるぜ。俺だって簡単なものならさすがに作れるって。でもどうしたんだ急に。今まで調理場に出入りしたことなんてなかったじゃないか。作るより食べる方が好きなんだよ。ただな、お前の食事、アリスの料理ってなんか味気ねえなと思ってさ。なあ、違うぞ。別にアリスの料理が悪いって言ってるんじゃなくて、もろ病人食なのが気になったんだ。病気で弱ってるわけじゃねえんだから、たまには別のもんを食べたくなるんじゃないかと思ってさ。ありがとう。すごくいい匂いがするし楽しみだな。でもこんなにいい匂いだと釣られて。もういるよ。嘘だよ。いい匂いに釣られてきただけ。どっちかっていうと肉食だからさ、僕。病人食続きだと元気が出ないんだよね。テトラの場合、ただの偏食でしょ。野菜食べないし、牛乳飲まないし。それは大きくならないぞ。これ以上成長しません。しかし香りだけで僕を引き寄せるなんてなかなかの腕してるんじゃない？後で僕にも何か作ってよ。じゃ、お邪魔さんでした。
だって。次はテトラの分だね。まあ得意なわけじゃないんだけどな。まあ今はお前だ。あ、じゃあ早速いただこうかな。すごい量だね。なあ、たくさん食べろ。いくらなんでもこの量は。いや、せっかく作ってくれたんだ。全部食べなければ。じゃあいただきます。ごちそうさまでした。なんだか顔色悪いぞ。もしかして多すぎたか。いや、そんなこと。おいしかったよ。おい、レオン。胸焼けが。無理しなくてもいいのに。男の子だね。おい、誰か胃薬持ってねえか。もう大丈夫そうね。準備ができ次第トライゾン城塞に行きましょう。はい。って言っても荷物らしい荷物なんてないけど。それもそうね。じゃあ後でね。もう大丈夫なのか。おうよ。よかった。俺、兄ちゃんに忘れられてるんじゃないかと思ったぜ。ごめん、本当は見舞いに行きたかったんだけど。ちょっとな。そうだ、病み上がりで悪いんだけど、後で稽古に付き合ってくれないか。俺は別にいいけど、兄ちゃんこそ大丈夫なの。軽くな、軽く。ずっと寝てたから体がなまってるし、ちょっと体を絞らないといけなくて。どうしたの。寝てる間に3キロ太ってね。言われてみれば前より健康的に見えるかな。そういうニールはなんだか元気そうだな。実はちょっとな、一歩お近づきっていうの、ついに俺にも春がみたいな。もう俺青春真っ盛り、はちゃめちゃ大全開。そろそろ出発できそうだな。準備は。ああ、これからやろうと。こらこら、ニール君、いくらお兄ちゃん大好きだからってまとわりついて邪魔しちゃダメじゃないか。お前は荷物の積み込みを手伝ってこい。やだよ、女の子より重たいものを持ちたくねえよ。アリスが困ってたぞ。行ってきます。我が子ながら扱いやすい。レオニス、今回のことなんだが、前線にある主要な砦や城塞の指揮を取っていたラルバのそのほとんどが裏切った。正確な人数まではちょっとわからんがな。で、その裏切った中心人物ってのが。バシュタール様。いや、もっと別のやつがいるらしい。別に。サマリルって名前だけは分かってる。それ以外は正体不明なんだがな。おそらくバシュタールが実動部隊を引き、サマリルってやつが全体の糸を引いてるんだろうよ。おかげで前線はズタボロ、俺たちもズタボロだよ。ああ、温泉でもゆっくり入ってと。ちゃんとお礼言えよ。出発の準備しろよ。じゃ。おじさん。
ってよかったね。ありがとう。それとごめん、お礼言うのを遅れて。ミーメルが見つけてくれたんだろ。うん、レオンを見つけるのが私の仕事だから。そうだったね。ミーメルはもう終わった？出発の準備。うん、終わってるよ。なら手伝ってくれるかな。すっかり遅れちゃって。もちろんいいよ。あ、準備が必要なら町に行った方がいいんじゃないかな。皆無事だったか。心配したぞ。なんとかね。父さん、こっちで分かっていることは伝令で伝えた通りなんだけど、他に何か分かったことはない？例えばサマリルのこととか。サマリルはエルネストだ。向こうに行き名を変えたのだろう。いや、それが本来の名であるのかもしれん。なぜこのような暴挙に出たのかはわからん。だがハスカリヌに巻を作らせたのはこの時のためだったんだろう。エルネスト、いやサマリルにより契約の腕輪が持ち去られた。それだけではない。バシタールやアルゼストをはじめとした多数のラルバと共に力の宝玉の行方もわからなくなっている。そんな、じゃあジークは。彼らが裏切ったと考えたくありません。ですが。残念だが、議論をしていても始まらぬ。最後の巻が奴の手に渡っていなかったのは幸いというしかないな。レオニス、急ぎハスカリヌの元へ行き、ハスカリヌとマキを保護しろ。決して奴らに渡すな。はい、しかし。手遅れではないかと言いたいのだな。確かに愚の悪い賭けではあるが、勝算がないわけでもない。そのための案内役を呼んである。あなたは優しいですね。なんだこのちまいの。なんですこのでかいの。ネルスの子供じゃあねえか。俺はどうなってんだ。もしかしてあんたがテトラの知り合いっつレムロリアンかい？あの子がどう話しているかは知りませんが、私を知っているようですね。では今は自己紹介を省かせていただきましょう。私はアプリ、テトラの姉のようなものです。何です、その顔は。いや、別に。案内というのは。以前、私がフィンダステに向かうために使っていた道があるのです。ここを使い、戦線を避けて山脈までの最短距離を進みます。間に合うか否かは、何もしないよりはマシといった程度ですが、かけてみる価値はあるでしょう。安全性は？ネムロリアン以外は知らないはずです。たとえザコが救っていようとも、その程度蹴散らしていけばよいだけのこと。なぜフィンダステに？それは今話すべきことですか？今は時間が惜しいはず。道中説明しましょう。本来ならばあまり褒められた趣味ではないが。私の世界を股にかけたそぞろ歩きも役に立つ時が来たのですよ。ではレオニス、すぐに準備を始めなさい。これより強行軍となりますが、なまった体のリハビリとでも思うのですね。
体壊されても困るんだけど。それはあなたが気遣えばよいのですよ。レオニス、お前の父ジークハイトがニエとなった時、惜しい賞をなくしたと思ったが、有望な若者をもう失いたくはない。生きて帰ってこい、レオニス。よいな。はい、行ってまいります。月日ってな、経つのが早いな。ついこの間までお前もニールもこんなんだったのに、もう自分で道を選ぶようになったんだな。まあいつは今もこんくらいか。親父になった途端これだもんな。自分が過保護になったみたいで落ち着かねえよ。この話は我が愚息にだけは絶対に言うなよ。そういえばミーメルが公園の方にいたぞ。あいつもあいつで辛いだろうな。ほら、おじさんの顔なんて見てないで、さっさと励ましに行ってこいよ。あ、レオンだ。どうしたの？そんなに驚かなくてもいいのに。私、レオンがどこから来てもわかるんだから。そうだね。なんでだろうね。レオンのいるところはわかるの。だから、かくれんぼは私の勝ち。うん。だからあの時も、レオンを見つけられた。不思議だけど、嫌じゃないよ。この力がなければ、レオンを見つけられなかった。どうしてこんなことになっちゃったのかな。頭が痛いよ。いろんなことが起きたでしょ。頭の中がモヤモヤでいっぱい。それがぐるぐるしてる感じ。私、考えるの苦手だから。体を動かせばすっきりするかな。じゃあ借りられないな。あ、ごめん、気づかなかった。いや、ちょっと気になることが。ここの木が若いくせに妙に元気がなくて、ちょっと調べてみるか。町の木に元気がなかったのは、邪気に当てられた森を守るためだったよ。この森を浄化したからもう大丈夫だと思うけど。ここはさ、山脈フィンダステに近いでしょ。こういう場所の土や木っていうのは打たれ強さというか、ちょっとやそっとの邪気には負けない強さがあるんだよ。ううん、あったんだよって言った方がいいか。これも闇の力が増したせいかな。20年以上かかって大地を浄化して回ったのに、またやり直しだな。この町に来る途中、ある岩に一筋の輝く緑色の線が走っていたんだ。あれは鉱石があるって証さ。なんだか血が騒いできたぜ。何ですか？私は忙しいのです。広場の木々の異変、その原因を突き止めねばならないのですから。私急ぎますので、これで。
元気がなかったのに。テトラが何かしましたね。どうやら先を越されたようです。たった今時間が余りました。あなたの要件とやらを伺いましょう。私に用があって話しかけたのではないのですか。これからこの町の工芸品を見に行こうと思ってんだけどよ、お前も行くか。職業柄というかなんというか、どんなもんか興味あるんだ。いらっしゃいませ。あ、何してるのレオン。こういうお店に来るにはまだちょっと早いんじゃない？私はお手伝いをしてるの。私考えるの苦手だから、体を動かして頭のモヤモヤをすっきりさせようと思ったの。ここのご主人が困っててね、そのお手伝いをしてそのままお手伝いしてるの。そうだ、なんか食べていく？あのね、実はここのお店、お酒よりご飯の方が美味しいの。お、レオンか。見てくれよここ、意外な穴場を見つけちまったぜ。手伝ってくれるか？俺がじゃんじゃん掘るから、お前はどんどん仕分けてくれ。検討しよう。また騒いでる。あ、聞いてくれよ兄ちゃん、ひでえんだ俺のことバカつかまぐって。きっと身長伸びるよ。それは伸びるんじゃない、腫れるんだ。自分で聞いといて人の話を聞かないお前が悪いんだろうが。わけわかんないんだもん。何か教えてたの？なあなあ、お姉様の浄化とは一体どのようなものなのか、無知な僕にお教えくださいって。僕の浄化のこととか、元気な大地の見分け方とか、いろいろ聞いてきたんだよ。俺そんな風には言ってない。そしたら途中でっていうより初めの方から穏やかな寝顔を晒し始めて。人がせっかく教えてやってんのにひどいと思わない？でもテトラの説明って専門的すぎるというか、難解というか。だよな、姉ちゃんの説明は下手、専門的で難しいんだよな。食事当番じゃないけど手伝いに行っちゃおっかな。さらば。見えすぎた嘘ついて逃げやがった。ニールはそういうの苦手だから、少し手加減しないと。それは分かってるよ、ちゃんと噛み砕いて説明したよ。あいつでも分かるよ、
聞いてみる？そうだな、聞いてみようかな。つまり僕の浄化は浄化なんて言ってるけど、実際にはその場の邪気を払うわけじゃないから、厳密には浄化とは言わないんだよね。でもなんて呼べばいいかわからないし、ジジ様が浄化って言うから僕もそのままそう呼んでるってこと。わかった？ってまた、おいレオニャン、ほら感想言ってよ。しまった、途中意識がない。それが眠くなって。そっか、疲れが溜まってたんだね。ごめん。ああ、怒ってるわけじゃなくもないんだけど、そんなに怒ってないから。そうか、これでもまだダメなんだ。やっぱり普段聞き慣れないからかな。まあいいよ、今日はレオンの安眠に一役買ったと思うわ。これを機に今度はもっと分かりやすくするよ。でも次はないからね。はい。バナナ風呂ね、珍しいけどなんかいつも風呂に入ってる気が。まあいいや、みーちゃん早く体流して上がりなよ。ちょっと青臭いけど甘い香りもして気持ちいいね。で、ちょっとみーちゃん何やってんの。なんで食べてるのさ。だって温かくて甘くて美味しいよ。テトラも食べてみたら。そりゃバナナだからね、美味しいだろうけど。一口いっちゃおっかな。どれどれ。美味しい。お湯の熱で温められたバナナが甘みを増し、一層濃厚で芳醇な香りを放ち、このトロトロとした食感は…って、お風呂で何言わせるんだよ。バナナが食べたかったら早く体流して上がんなよ。でも、もうちょっとだけ。改めて自己紹介といきましょうか。私の名はアプリル・アプリ、主もたぬレムロリアン、奉公する陶芸家、神の花より生まれし闇夜の光、以後お見知りおきを。おう、久しぶりに全文聞いた。一応正式な名乗りですからね。珍しいね、あんたが進んで協力するなんて。もうそのようなことを言っている場合ではありませんからね。その包帯ですが。ああ、これこの間どじっちゃって。あとは残るの。いや、そうですか。ちっこくて可愛いな、お前の姉ちゃん。姉？ヒーバーさんとヤシャゴぐらい離れてると思うよ、僕たち。それは誰を基準にしてるんだ。久しぶりにテトラが笑ってるとこ見たな。彼女も不安だったんでしょう。
子供たちの名前、弱音を吐くわけにもいかず、虚勢を張っていたようだ。ずっと流していましたが、あなた方もお久しいですね。だいぶ髪が薄っ。それ以上俺を呪うな。ダーナ、今ならまだ間に合う。アーシエに帰ってくれ。ちょっと待て、何言ってるんだ。お前にはきちんと言っただろう。俺はダーナには十分助けてもらった。だからそうですね、この先はさらなる危険が伴います。あなたがどういった経緯でここにいるのかは知りませんが、部外者はここで退場した方が良いでしょう。お嬢さん、これはあなたのためでもあるのですよ。部外者なんかじゃねえ。今の状況を作っちまった原因は俺にもあるんだよ。俺は親父が鍵を作るのを手伝った。いや、俺だけじゃない。言っちまえば工房の奴ら全員共犯だよ。それにハスカリヌと共にあの薪を作っちまったのは俺たちグリアーズとネルスだ。俺はゼルガーの娘としてここに来た。だが今は薪を作った奴らの代表としてここにいるつもりだ。部外者どころか当事者だろうが。それは前に言ったじゃないか。父も母も納得していたから。だからそれも言ったじゃないか。みんな悪い。良いではありませんか。程度の差こそあれ、我々が原因の一端を担ったことはもはや明確な事実。しかし我々とて元凶によっていいように利用されたというのもまた事実です。耳当たりの良い言い訳に過ぎませんけれどね。ならば我々の手でその元凶を潰しに行けばよい。それだけのことではありませんか。我々の罪は平等。己が罪を償いたい者は振るって参加なさい。それで良いではありませんか。ああ、そうだよ。なんだよなんだよ、いいこと言ってくれるじゃねえか。また簡単に言ってくれるね。あら、これ以上に言いようがありまして。とはいえ、こう言ってしまった以上、あなたにも責任を持って参加してもらわねばなりませんね。ダーナと言いましたか。恨むならば私を恨みなさい。ああ、もちろんだとも。おじさん、一つお願いがあるんですが。ニールのことか。はい。ニールを置いていきます。それでいいんだな。はい。ではよろしいですか。レオニス、参りましょう。戦況はどうなの。一部の戦線で残るラルバが抵抗しております。時間の問題でしょう。あとはトライゾン城塞の奴ら、その前に防衛線を張ってるみたいだがね。では挨拶にでも出向くとする。
指揮を取っているのはエレアザルだろうし。マキは放っておいていいのか。欲しているのは私ではない。が手に入れぬわけにもいかぬか。すでにガーブルの一帯は向かわせております。マキのことを失念するほど奴らも愚かではあるが、我が創造せし最強の魔物だ。そう簡単にことが運ぶことはある。なら俺が。無論そうなるだろう。だが、挨拶回りと行くか。先にへばってくれるなよ。あのですね、私たちレムロリアンにとっては森から出ること自体がすでに冒険なのです。説得力ないな。昔はもっと無茶もやんちゃもできたというのに。年は取りたくないものですね。いえ、今も若いですけれど。そろそろ聞かせてもらっていいかな。フィンダステンに行った理由を。大した理由など本当にありませんわ。世界を見てみたかったんですよ。森の中に隠れ住んだり、ラルバに仕えたり。私たちレムロリアンの生き方は大まかに言ってしまえば二通りしかありません。私はね、そのような生き方をするのが嫌だったのです。せっかく世界は広いのですから、もったいないではありませんか。だから里を出て世界を見て回ることにしたのです。もちろん他のレムロリアンは止めましたけれどね。それでフィンダステンまで。ええ、好奇心の赴くままに。さすがに端から端というわけにはいきませんでしたが、それまで絶望の地と思っていたフィンダステにも人々の営みがあったのです。少々変わった友もできましたしね。それは森を出て旅立たねば出会えず、クラルテルラを出ねば出会えぬ出会いでした。旅をして本当に良かったと思っています。それまでにない発見や出会いがあるのですから。と、おしゃべりはここまでです。着きました。ここが南ミスティームです。途中まで道が狭いですから気をつけることですね。まさにレムロリアンの道ということだ。一番のネックはあなたですか。ま、頑張ってくださいなとしか言えませんがね。
さすがはレニオンに我らラルバを差し置いてクラルテルラを任されただけのことはある。これはどういうことだ。この状況を見て現状を把握できぬとはもうろくした。エルネスト、なぜ我らの主を裏切った。裏切る？何のことだ。我は主の望まれたものを主に代わりもらい受けに来た。我の主は世界に夜と闇をもたらす闇夜の王カオス。闇に見入られたか。見入られたのではない、気づいたのだ。闇こそこの世界にふさわしいと。光など所詮偽りの姿を照らし出すことしかできない。闇は全てを平等に包む。そしてその中にあれば本来の姿をさらけ出せるのだ。人も神も等しく。納得がいっていないようだ。ならば見るがよい。本来の姿を取り戻した貴様の同胞の姿。こやつらはガーブルと言う。元はハイエルフやエルフであったものと感じてみる。貴様ならわかるだろう。エルネスト、そなた、なんということを。我はこの者たちの闇を解放したにすぎぬ。その闇に手を差し込む。わずかに力を与えたのだ。この姿こそこやつらが望んだ姿なのだ。どうだ、分かったか。レニオンが創造した種である者たちでさえ闇を内包しているという事実だ。認めたくなくばそれでも光にしがみつく者たちはよく現実から目を背けるものだからな。考えてみよう。この世界はもともと神の、そして我々ラルバがこの世界を管理していたのだ。愚か、下等な人ごときに、なぜこの世界を託さねばならん。良き世界を望むなら我らこそが神に代わりこの世界を滑ねばならんのだ。それはそなたではなく神がお決めになること。だからこそ我は神となったのだ。この巻ダーククリムゾンを使ってな。今の我は神と同等、神をもしのぐ力を手に入れた。貴様には感謝しているのだよ。正確には貴様の娘にだ。あの娘は素晴らしい力を秘めている。貴様以上の資質を、いずれ我が一部となり永遠の生を得る。その時まで貴様を生かしておいてやってもよいのだぞ。私もアリス、いや、この世界にある全ての良きものは闇になど、ましてやそなたなどに屈しはせぬ。我らには光の加護があるのだからな。光加護か、くだらん。ならばこの者たちはどうなる。ようエレアザルのじいさん、元気か。
ラントか。それにバシュタール、こやつらは闇を選んだ。ゆえに我が力を与えてやったのだ。報告は本当であったのか。そういうこった。手短にやらせてもらうぜ。この後一仕事あるからよ。まさか。抵抗は無意味だ。おとなしく投降せよ。共に戦った者としてのよしみだ。苦しまずに死なせてやろう。バシュタール、お前まで闇に魂を。力の宝玉、あの魔気の影響か。今さら気づいたところでどうにもならんがな。勘違いすんなよ。俺は自分で望んだんだ、力を手に入れることをな。神にしがみつき助けを請うことしかできぬ貴様らも、我の前では塵も同じ。せいぜいあがくがよい。そうして断末魔の叫びとともに神への呪いの言葉を我に聞かせよ。神を信じた己の愚かさを悔いながら絶望のまま死にゆけ。ひるむな、私に続け。ハスカリヌ様、あなたとマキが闇の軍勢に狙われています。僕たちと一緒に。少し遅かったようだ。ハスカリヌ、マキを渡してもらおう。断る。この剣は光と闇を分かつものではない。光と闇を一つにするものだ。光と闇をつなぐもの、それができるもの以外にこの巻を渡すことはできん。主と同じく実直、いや愚直ですらある。だが忘れたのか。お前の封印を解いたのは我が主だということを。おかしなことを言う。我の封印を解いたのはここにいる者たちだ。へなずくちよ、煮えに情でも湧いたのか。それもよかろう。渡せぬというのなら奪うまでのこと。いいと、今のは聞き捨てならないな。人はあなたたちの道具なんかじゃない。そんなことさせない。絶対に渡してたまるか。なかなかやるね。
がない。これを持ってそこから逃げろ。これは、これを持っていけ。ダーククリムゾンを鍛えた我の土と製造方法だ。この土でなければダーククリムゾンは破壊できん。しかしこの状態では、不平だと。打ち砕くは悲しき定め、打ち抜くは悪しき陰謀。さすらいのガンマン、ニール・エル・ラグランシュ、ここに見参。噛まないあたり前々から考えてたの。ここはトエ・ハタエに包囲した。お前たちに逃げ場はないぞ。じゃねえ、おとなしく引くってんならここは見逃してやる。引くか、ここで散るか、さあどっちがいい。中身は立派な斧子。どうして来たんだ、何のために置いてきたと。ごめん兄ちゃん、兄ちゃんが心配してくれたのは分かってる、ちゃんと分かってるんだ。でも俺、兄ちゃんに比べたらまだまだガキだけど、でももう子供じゃないんだよ。全然分かってない、死ぬかもしれないんだぞ。それはみんな一緒だろ。レオニス、ここはあなたの負けです。ミールを叱りたいならまずは生き延びることを考えなさい。よもや銃を使いこなせる人間がいるとはな。大きくなったな。見違えたぞ、コアッパ。そう言ってくれるとすんげえ嬉しい。俺こんくらいしか取り柄ないから。てかおっさんさ、実はすげえいいやつじゃん。なんで閉じ込められたんだ。金を犯したからだ。金？主との命を破り、人に装具を与えた。ならばメリクリウスはどうなのです。元はメリクリウスが装具を創造したのではないのですか。主は神のために装具を創造したのです。人のために創造したのではない。お前たちもそれくらい知っていよう。人に装具を与えたのは我であること。それはしかし、人を助けるために出会ったはず。闇の信徒の脅威にさらされた人々に
力と勇気を与えるために。理由はどうあれ、結果としては間違っていた。闇の信徒が使わぬはずないのだからな。我がしたことは、後世に争いという火種を残しただけ。しかし、あなたがいなければ、とうの昔に私たちは滅んでいたかもしれない。闇の信徒によってか。その考え方がすでに間違っているのだ。力に頼り、力によって他を排除しようとする考えこそな。いいか、よく覚えておくがよい。力を欲すれば、やがてより強大な力を欲するようになる。人も神も同じ。その欲望に再現はない。力に溺れ、一度深みにはまれば、欲望という底なしの中、二度と抜け出せなくなる。己の奥底にある闇と向かい合い、受け入れよ。排除するのではなく、すべては一つであることを認めるのだ。正しきこと、良きことだけがすべてではない。横島な思いも、悪しき心も、すべては一つ。剣と同じ、使い方次第であるということ。この気配は。さあ行け、神の子よ。この牧を持ち、悪しき心を打ち砕け。真の力を引き出すことができれば、神をも滅ぼすことが可能である。やはり巻きはできていたのですね。この巻きをお前に託そう。どう使うかはお前次第だ。私次第。主よ、ここをすぐに離れるのだ。闇が迫っている。それってもしかして。そのラルバの言う通りだ。ここは我に任せて行け。いえ、私たちも共に戦います。行けと言っている。わからんのか。しかし、今のお前たちでは奴らには勝てん。早くその巻きを使いこなせるようになる。よいな。ダーナと言ったな。ゼルガーによろしく伝えてくれ。はい、必ず。良い目をしている。お前ならゼルガーを超える鍛冶職人になれるだ。精進することだ。神のお墨付きをいただいちまった。これは何としても親父を超えねえとな。向こうに行ったらシャルニーニというシリアムの娘を探せ。
その娘がお前たちの力となる。それはシャルニーニシエですか？そうとも言ったかな。レオン、ここはハスカリヌに任せよう。俺たちには俺たちのすべきことがある。そうだろう。ハスカリヌ様、どうかご無事で。行くぞ。マキを渡してもらおうか。言ったはずだ、マキはないとな。どうやら痛い目を見ないとわからねえらしいな。ま、俺としてはそっちの方がいいけどよ。マキがそれほどに欲しいか。欲するものはすでに手に入れたというのに。そうだな。お前の封印が解ければこの山脈もいずれ崩れることになる。予定通りといや予定通りだが、マキを手に入れるのも予定のうちなんだ。ギガンタ、マキを手に入れようとの命だ。さっさと片付けて奴らを追うぞ。少しは楽しませろよ。まあいい、お楽しみは後にとっておくとするか。さあ、死んじまいな。